はいどうもファンネルです。ロストジャッジメント怪盗正春の事件簿続きをやっていきたいと思います。では一旦事務所戻ります。まあ、なんとかね前回ジュンのことを取り戻しました。まあ誘拐されてたんだけど、で、事務所戻って掃除のおばちゃんから連絡待とうとかっていう状態かな。まあ一回休みましょう。てか馬頭組もこの事務所分かってるよね、場所。どうしたな海人さん、なんか違和感があるな。なんだ、調べてみるか。誰か来てた、もしかして。怪盗ノーズ、なんだこれは。ちょっと待って、これか。銅の皿宅配ボックス、宅配ボックスだ。数日前から変わったところはない。仕事の依頼書が届いてないところも相変わらずだぜ。ドアに異変かい。ちょっと待ってね、誰かいる、誰かいる。物音が聞こえる。誰かいるのか。いや、ネズミとかの可能性もあるし断定はできない。普段から事務所を清潔にしておくべきだな。え、違う、待ってね。違和感の正体はこれだけではない。匂いだ、タバコの匂いか。これこの匂いか。俺が感じた違和感の正体はターボーが事務所に戻ってきたって連絡はないってことはだ。ん、誰か来てるね。やっぱ馬頭組の誰か来てんじゃね。ん、どうしたんだ。上が開いてる。やばい、鍵を落としたかも。んだよ、どこに。とりあえず探しに行くか。海人さん、何かを何かに気づいて戻ったな。なあ、交番に行く。落とし物で届いてるかも。鍵落としたってのは嘘だ。え、タバコの匂いがしたんだよ。だが俺が吸ってる銘柄とは違う。は、タバコなんて全部同じ味じゃん、匂いだってまだまだ子供だなって。タバコ吸ってんのか。ああそうだよね、ダメだよね。あ、いや、その今その話しなくていいじゃん。で、あんたの吸ってる銘柄と違うと何なんだよ。ああ、多分誰かが孵化してた、つい今しがたまで。つまり中に誰かいる可能性がある。鍵閉めといたにもかかわらずな。まさかあの悪徳探偵の連中か。とりあえずドローン使って偵察してみるか。おお、ここで来たか。でも事務所の外であんな大声でさ、なんだっけ、あの鍵を落としたかもとかって言ったら気づかれるよね普通。間違った、ドローンはこれだ。フライトします。ミュ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 。あ、いるね、誰かいたね。こっちからのがいいのかな。こっちから覗けます。ゴーン、待って。あ、なんか持ってる。あ、銃持ってるな。やっぱ馬頭組だ。待ってね、これ何ボタンで、どうやって見ればいいんだ。もう見れてるんだけど銃持ってるよね。カシャ。ん、どっから、これ、待ってね。あいつらもドローンに気づくと思うんだけど待って、画面を変えよう。L3、 あれドローン使って終了。待ってね、一回終了して。やっぱダメだ、まだ。フライトします。ごめんなさいね、手際悪くて。多分こっからで良かったんだと思うんだけど、反応がねえんだよ。 あった、 OK、 銃構えてた。怪盗の野郎、遅いっすね。さっき扉の前で鍵落としたとか言ってましたけど。ねえ、すぐ戻ってくるだろう。落とした鍵見つかんねえかもしれないな。おい、一応鍵開けといてやる。バレバレだよ。危なかったな。どうする、コソ殿が入ってたらやることは一つ。警察。あ、もしもし、警察でしょうか。ちょっとうちに強盗が入ってるようで。
しかも拳銃で武装してて。終わりだな。警察も怖いよね。警察だ。お前ら何してる。おい、それ拳銃か。やべえ、おいで。一人ぐらい足くじくんじゃない。あ、ダメだったみんな。早く警察。後で窓の修理代請求するからな。これで連中もしばらくはおとなしくなるだろう。あれで逃げ切られたら警察のメンツ丸つぶれじゃないのかな。探偵さん、今日言ってたメモ見つかったよ。お、掃除のおばちゃんだ。誰の写真なんだこの掃除のおばちゃんのアイコンは。お、マジで娘か、もしかして。千葉に住んでるお医者さんだって、白樺かな、高雪かな、さんって言うみたい。あ、違う、安高さんかな。電話番号は 04-45-。いろいろ思い出したんだけど、そのお医者さん、写真で見せてくれた女の人を探してたみたいでね。あ、そうなんだ、その人も。なんか私が働いてるカムロシアターに関係のある人かもしれないんだってさ。おばちゃん、ありがとう。すげえ助かるよ。ジュン、手がかりだ。掃除のおばちゃんが教えてくれたぞ。何か分かったのか。ああ、1年半前にミキコを探していた男は医者だと名乗ってたそうだ。電話番号も教えてくれた。固定電話みたいだし、電話番号をネットで検索すれば。おう、ホームページが引っかかった。千葉の随分田舎の診療所みたいだ。行くのかな。ここに行けば母ちゃんの行方がかもな。ああ、早速行ってみようぜ。おっと、なんだ、青い紙。ああ、例の貞本美希子のことを探ってたガキと探偵、どうする。おい、バレへんよ。これあれだよ、不動だよね今の声。調査の結果、2年前に自殺したと思われていた貞本美希子の手がかりを手に入れた怪盗たち、1年半ほど前、医者を名乗る白樺康隆という男が貞本美希子の写真を持ち、カムロ町で聞き込みをしていたのだという。ようやく見つかった手がかりを手に、怪盗たちは医師の住む白樺診療所に向かう。一方、二人を探るもう一つの不穏な影があった。チャプター3、シュラ。いやだね、なんかシュラって。まあ、千葉の方に行くんでしょう。まあ、このゲーム大体タクシーで行くから。でもタクシーで千葉って無理だよな。なんだ？うるさいな。これ白樺病院か、もしかして。目覚ましの場所。違う。過去の話だ。よく寝たまま止められるね。メシ。ほら起きて。もうすぐご飯できるからお皿くらい運んでよ。目を開ける。メシ。おはよう、お寝坊さん。あれ、なんで俺ここに。確かミキコを探して。あれ、やっぱり寝ぼけてるみたいね。夢でも見てたんじゃない。今が夢ですよ。ほら、もうすぐ朝ごはんできるから、お皿運んでくれる。あ、おう。食パンですか。いただきます。いただきます。
いただきます。いただきます。食後の一杯。そういえば今日は勝ち込みの日だったな。この朝飯が最後かもしれねえ。いや、何弱気になってんだ。ん？どうしたの？今朝も綺麗だな。いや、今朝も綺麗だなと思ってな。え、どうしたの？突然。ん？いや、なんとなく。もしかしてまだ寝ぼけてる？寝ぼけちゃいねえさ。じゃあ私にのぼせちゃってるのかな。かもな。熱々ですね。なんか今朝は変だね。明日も一緒に朝飯食おうな。フラグ立てる。なんかなあミキコ。ん？明日も一緒に朝飯食おうな。そうだね。勝ち込みの件は知ってるんだよね、多分。さすがに隠してないと思うんだ。なあミキコ、勝ち込みの件だが。え？やっぱよ、俺にとって親父は父親以上の存在なんだ。だから食事は楽しくする。喧嘩になるような話題は食事中は禁止。同棲始めるときに決めたよね。ああそうだったな、悪い。じゃあ会話終えますか。俺が洗うよ。うん、ありがとう。腰痛くなりそう。あの姿勢。今日のことだけど。なんだ？ううん、なんでもない。そうか。なあミキコ、こんな暮らしがさ、ずっと続けばいいな。あのよ、俺考えてみたんだけど、松金の親父も話せばきっと理解してくれると思うんだ。え？俺は親父と杯交わした時、この命も預けたつもりだった。だから親父的にかけようとした連中は今でも許せねえ。だがお前のことも悲しませたくね。マサハルさん、それってどういう組やめようとしてたのかな。ミコ、俺決めたよ。勝ち組は行かねえ。行かねえ。松金組は簡単にはやめれねえと思うが、なんとかする。だからミキコ、これからもずっと一緒にいよう。これパラレルっていうか夢だからこの展開なのか。おはよう。二人とも朝から暑いね。ジュンが出てきた。え？あらジュン、遅かったじゃない。また寝坊？母ちゃん、寝坊してるのは親父の方だよ。まだ寝ぼけてるみたいだしな。これは頭がおかしくなる。いつまで寝ぼけてんだ。都合のいい夢見やがってよ。そうだよね、実際はやっぱ勝ち込み行ったんだよね。おい、おっさん、カイトーのおっさん、起きろ。タクシーで千葉まで行ったのか。診療所着いたぜ。おお、そうか。何の夢見てたんだ。なんかすっげえニヤニヤしてたけど。幸せな時の夢を見てたんだ。なんだったかな、覚えてねえや。ああそうかよ。さあ行きましょう。いくらぐらいかかったんだろうね。
白樺診療所。なあ、母ちゃん生きてるよな。わからん。ああ、あいつは自殺するような女じゃねえ。生きてるさ、きっとな。うん、そうだよな。俺を捨てて死んだりなんかしねえよな。行ってみましょう。休診中ですか？診療所と自宅も兼ねてるみてえだな。ここに母ちゃんの手がかりが？かもな。確証はねえが。はい。急にすまねえな。俺はカムロ町で探偵やってるカイトってもんだ。探偵？カムロ町の？ああ、人探しを頼まれてよ。ちょっと聞きたいことがあるんだ。なぜ私に？誰を探しているんです？貞本美希子という女性だ。反応あり。死んだはずの俺の母ちゃんなんだ。でも生きてるかもしれないって聞いて。あ、息子さん？あ、うん、少々お待ちください。これは連れてきて正解でしたね。これが例のお医者さん。八神探偵事務所の海藤だ。白樺康隆です。この白樺診療所の委員長をしております。白樺診療所委員長白樺康隆。あなたが貞本美希子さんの？ああ、純だ。貞本美希子を知ってるんだな。ええ、知っていると言っていいものか。どうぞ座ってください。外？外？テラス。中には入れてくれないんだ。まあ季節的に、まああったかいなら別にいいんだろうけど。こんなところですみません。男の一人暮らしゆえ中は散らかっていまして。そういうことね。いや、いいさ、こっちも突然押しかけちまったからな。で、ミキコの件だが、あんたカムロ町でミキコのことを聞き回ってたらしいじゃねえか。1年半ほど前のことだ。ええ、間違いありません。なぜそんなことを？身元を確かめるためです。身元？身元を？どういう？ここに運び込まれたのか、もしかして。ここを登った先の山奥に大きな滝があるんです。自殺スポットとして有名でして、1年半ほど前、その滝の下流に一人の女性の遺体が流れ着きました。お、遺体か。でもそれで？遺体は腐敗しており、顔は確認できませんでしたが、上着のポケットに1枚の写真が入っていたんです。新宿カムロ町のミレニアムタワーで撮った写真でした。おそらく息子さん、あなたと一緒に写った写真です。え、俺？行ったことあんの？他に所持品はなかったので、正確な身元は分かりませんでした。警察も身元不明者扱いで捜査してくれていたようなのですが、捜査の進展は芳しくない様子で、しびれを切らした私は自らカムロ町で聞いて回ることにしたのです。その女性の写真を持って、先ほどお聞きした証言はその時のものでしょう。じゃあミキコの遺体を調べたのって？ええ、私です。旦那は遺体の DNA 鑑定を依頼したって話だったが、結果に間違いはなかったのか？はい、残念ながら。
99% 貞本美希子さんで間違いありません。なあ、カイトーのおっさん、どういうことだよ。この人何言ってるんだ。おい、カイトーのおっさん。今は何も言えねえな。おいったら、無視すんだよ。お前だってもう、分かってんだろ。無駄足だったんだよ。ミキコは、お前の母ちゃんは、死んでたんだ。嘘だ。白川さん、美希子の死因自殺だったってのは間違いねえのか。遺体に不自然な外傷は見当たりませんでした。警察も他殺の可能性はないと言っていましたし、間違いないでしょうね。わざわざご足労いただいたのに、こんなことしかお伝えできず申し訳ありません。タクシーを呼びましょう。駅まで送らせます。似てる人がいたっていう話はまだ解決してないんだけどね。写真、ミレニアムタワー。おかしい。おっさん。なあ白樺さん、ちょっといいか。何でしょう。そのミキコの遺体が持ってた写真ってのはミレニアムタワーでジュンと一緒に撮った写真一枚だけだったのか。ええ、それだけでしたが。あ、まさか。なんだ。おっさん、おかしいな白樺さん。あんたの証言には不可解な点がある。はい。いいか、ミキコが所持していた写真がミレニアムタワーで撮ったもんで、あんたが生前のミキコのことを知らなかったなら、こいつとあんたの証言が大きく食い違うんだよ。まあ待ってね、佐藤本さんが事務所に忘れていったカムロシアター、1年半前ってミレニアムタワーじゃなかったとか、そういうあれなんじゃないのかな。 IC レコーダー、千田が星野くんを落として、違う、これ関係ない。これ難しいな。おばちゃんの証言かな。ちょっと待ってね。よく似た人がいたっていうのは関係ない。まあおばちゃんか、この写真なんだけど、おばちゃんかな。1年半前、医者を名乗る男がミキコの写真を聞いて回ったらしい。その男はミキコのことをカムロシアターに関係のあるかもしれない人。そう、カムロシアター、これにしてみよう。カムロシアターでずっと働いてる掃除のおばちゃんがいてな。いや違うか、これ。あんた1年半前におばちゃんにミキコの写真見せてこう聞いたそうじゃねえか。カムロシアターに関係のある人かもしれないと。なぜわかったんだ。ミキコがカムロシアターに関係があるかもしれない人だってよ。あんたの見つけた遺体が所持していた写真はミレニアムタワーで撮影されたもんだったんだ。だからカムロシアターは関係ないのか。他に身元につながるもんを遺体は持ってなかったんだよな。あ、確かにミキコはカムロシアターに関係のある人だ。だがそんなことは赤の他人には知りようがない事実なんだよ。あんたがミキコ本人から聞きでもしない限りな。お、これは。そのどういうことだ。話せ。わかりました、話します。どうぞ。
上がってください。その方が分かりやすいでしょうから。怖いなこの展開。外に出るときになんかボコボコにされるというか囲まれてそうな気もするんだけど、コップが2つ、コップが2つあるぞ。あの机の上座ってください。お茶入れ直しますので。記憶喪失になったミキコがいるんじゃないか。ああ、カイトのおっさん、あいつ母ちゃんを監禁してるとかまあそう思うよね。ちょっとなんか変質者っぽい感じ。それはダメよ、そういう偏見は。監禁か、だから家族にも連絡ができなかったと。可能性はあるな。だろ、襲いかかってくるかもしれねえから気をつけねえとだな。まあそれは気をつけないといけないね。とんでもねえサイコ野郎かもしれないぞ確かにな、油断させておいて何かしでかすつもりかもしれねえ。さっきは部屋に入れたがらなかったみたいだが、何かあるのか。今のうちに部屋を調べておくか。うん、だからコップが2個あるのも変なんだ。そういうことじゃないの。これは女性もんの服じゃない。ダイニングテーブルか。3人は座れるな。1人暮らしの男が使うには大きいし不自然か。この服も白樺のものにしては小さいようだし、もしかして女物か。怪しい怪しい。写真はこりゃあ、ん、おっと、これがもしかして、あ、これはミキコだよな。いつの写真だ。髪が長いな。一時期短くしてたけど、そんな前じゃないと思う。誰が撮影したんだ。そもそもなんでここに。なあカイトのおっさん、これを撮ったのが母ちゃんがいなくなった後なら。ああ、生きてるってことになるが、これだけじゃ何とも言えねえな。よく調べてみるか。よく調べるとこの写真をかい。外すっていうのあるかな、もしかして。待ってね、外すはないのかいこれはこれで終わりかい。とりあえず終わってみっか。怪盗ノーズ。あ、ジュンから匂いがする。 これか、この匂い。お前なんか食い物でも持ってんのか。おお、怪盗のおっさんの分もあるぜ。ほら、肉まんか。そんじゃいただいておくか。あ、井村屋の羊羹。なんで羊羹なんか持ってんだよお、匂いだ。こりゃかすかに香水の匂いがする。この香りなんか懐かしい感じがするな。ずいぶん思わせぶりじゃない。あ、こっからも、このバッグからもかすかに香水の香りがする。この香りなんか懐かしい感じがするな。おっさんの匂いは。お、なんだこれは。この匂いは、匂いはするが別に調べる必要はなさそうだ。これはお茶、あ、お菓子か。匂いはするが別に調べる必要はなさそうだ。怪盗、いやー、ブツブツ言ってない。ブツブツ言ってませんね。うん、音は特になさそうね。やっぱ怪盗愛か。お前何やってんだよ。お湯の温度どのくらいだっけ。85度はコーヒーだよな。慣れてねえみたいだな。ええ、すみません。毒を盛ろうだなんて考えんなよ。しませんよそんなこと。もう医者でそれやったらアウトだよ。まあ医者じゃなくてもアウトだけど女物バッグ。デザインからすると女物の可能性が高い。白樺は男の一人暮らしだと言っていた。そう考えるとこの手のもんがあるのは、ちょいと不自然だな。待てよ、このカバンさっき見た気がするな。どこで見たんだっけが、と、まあ、写真で持ってたんでしょきっと。うん、そうだね。また写真を見ないといけないのか。これ、このカバン、この部屋にあったやつと同じものだ。やはりミキコは今もここにいるんじゃないか。そうじゃないのかなって思うんだけど、この豚さんは。これか、ぬいぐるみか。白樺が意外と可愛らしい趣味の持ち主って可能性もあるが、
そういえばミキコは意外とこういう可愛いぬいぐるみが好きだったっけ。ゲーセンで撮ってくれってよくせがまれたな。そうですか。あとは調べられるものとしては、花はない。花はないというか、こんな筋トレする？なんだこりゃ、ダンベル？あのおっさんのかな。いや、体鍛えるような男には見えねえかな。女にモテようと思って買ったけど途中でくじけちゃったんじゃね。その可能性もあるが、学校のダチにもそんなやついたぜ。ま、そんなとこだろうな。いや、それは浅はかじゃないか。そんなことはないのでは。まだあるの？調べないといけないの。あとは、なんだろうな。他にあります？見たいもの。これまた調べないといけないかな、服。待ってね。はいはい、これさっきも言ったやつ。暖炉。いや、もうねえんじゃねえかな。中を見たいけどね。カイトイヤーをもうちょっと使ってみっか。音聞こえますか？聞こえませんね。カイトを愛に戻しますか？待って、匂いで。こっちの方の匂い何かありませんか？ありませんね。他ないよね、匂い。うん、ないな。やっぱ怪盗愛で、これは見たもんね。この辺片付けてる。この人一向に何も、まあお湯沸かしてんのか、お湯というか。調べたし、この絵は。あと何？ダンベル。このグラスって何もないよね。わからない。ちょっと待ってくださいね。豚さんから匂いしない？しません。豚さんから音聞こえない？聞こえませんね。写真。ということはやっぱ写真のこれ、なんかやれるんではと思ったんだけど違うのかな。ポインター移動でメニューでか、帽子とかか。いつ頃の写真だろうな。ジュン、わからねえか。そんな昔じゃないと思うけど、わかんねえな。そうか、わかんねえと来たもんだ。カムロシアター、ここはカムロシアターだな。いつ撮ったもんだ。これだけじゃよくわからねえな。おばちゃんとかいないかな。カーディガン。バッグ見た。他にわかる。あ、これ日付出てんじゃん。日付が見切れてるな。写真を取り出して見てみるか。2022年1月23日、これはつい最近の写真じゃねえか。カイトのおっさん、これって。ああ、やはりミキコは生きていた。だが、不可解だな。なぜ白樺は死んでるなんて嘘をついたんだ。そもそも、ミキコが家族に連絡をよこさなかった理由は。ああ、いろいろおかしいな。あの医者のおっさんを後で問い詰めてやろうぜ。そうだね。あの腐敗してた遺体っていうのも誰のもんだっていう感じがするからね。そっちはそっちで問題だから。ミキコは生きてる。そうだな。ええ、生きています。健康上も何の問題もありません。しゃあ、カイトのおっさん。まあ嬉しいわな。ミキコが生きてたってなら
あいつはこの2年間何してたんだ。なぜ家族にも連絡してこなかった。それに今どこにいるんだ。ミキコさんは連絡しなかったんじゃないんです。できなかったんです。どういうことだ。乖離性健忘、いわゆる記憶喪失だったからですよ。なんだと。2年ほど前、私は付近の河原で大怪我を負い、気を失っているミキコさんを見つけ保護したのですが、その時すでに彼女には記憶がなかったのです。ただ自分の名前がミキコだということ以外は。記憶喪失。そっか、だから連絡できなかったんだな。それでミキコはどこにいるんだ。いえ、それがミキコさんは今はもうここにはいないのです。なんで。え、いない。白樺さん、どういうことか聞かせてもらうぞ。さあ、ミキコの存在。ミキコが生きてるってことは、あんたはあいつの死をでっち上げたってことになる。そうだね。はい、すべてはミキコさんを守るためだったのです。守るため。どういうことだ。大怪我を負ったミキコさんを保護した直後のことです。この辺りに普段見かけない不穏な輩が現れるようになりました。彼らはミキコさんの写真を持ち、この女を見かけなかったかと近隣住民に聞いて回っていたそうです。彼らはうちにも訪ねてきました。そして彼らの姿を遠目に見たミキコさんはひどく怯え出したのです。そいつらどんな連中だった。20代後半から30代中盤の若者たちでした。髪を染めたりピアスをしたり、派手な服装で、正直いい印象を受けませんでした。柄の悪いチンピラといった感じで、近づきたくない種類の人たちですね。きっとそいつらが2年前に母ちゃんを殺そうとしたんだ。ええ、私もその可能性は考えました。2年前ミキコさんは何らかの事件に巻き込まれた。そして自殺に見せかけるため、生きたまま滝壺に突き落とされてしまったのでしょう。そうなんだろうな。ですがその後死体が見つからず、ミキコさんの死が報道されることもなかった。だからこそ彼らはミキコさんの生死を確かめようとこの近隣で探り回っていたのでしょうね。じゃあ、あんたが母ちゃんの死をでっち上げたのって。ええ、彼らの目を欺くためだったのです。なるほど。つまりミキコを監禁してたわけじゃねえ。ヤバそうな連中から守るためにかくまっていたってわけか。だが腑に落ちねえな。なんで札に連絡しなかったんだ。それがミキコさんが警察に連絡することをすごく嫌がったのです。なんだ、警察も来るか。いえ、正確には警察というより外の世界に対して異常に怯えていて。外の世界。自分が生きていると誰かに知られることを極度に恐れているようでした。記憶がないのに。いわゆる記憶喪失という症状は、記憶がなくなってしまうわけではなく、思い出せなくなっているだけなのです。特に心因性の健忘の場合、過去の極度のストレスやトラウマが原因だったりしますので、忘れているはずの危険を無意識に忌避してしまうことがあるのです。てんてんてん理解してんのかおい。理解してなかったんだな。記憶喪失でも頭の中に嫌な記憶は眠っていて、本能的に危険を避けてしまうことはあるということです。
はあ、よくわかんねえけど、そういうもんなのか。にしても片木が事件の匂い嗅ぎつけて札にも頼ろうとしねえってのはよっぽどだな。ミキコの意思を尊重したってことなんだろうが。はい、ミキコの行方。さっきあんたミキコがもうここにはいないって言ってたな。どういうことだ。10日ほど前のことです。私が仕事から戻るとちょうどミキコさんは家を出て行こうとしているところでした。テレビもつけっぱなしで、持ち物もろくに持たずに、尋常じゃない様子で玄関から飛び出してきました。私が思うに記憶を取り戻した様子でした。お、記憶を取り戻したのか。記憶を。ええ、記憶を取り戻したきっかけは分かりません。ですが彼女は理由も告げず去ろうとしていました。私にはやらなければならないことがあると、そう言って。やらなければいけないこと？なんだろう。わかりません。ですがその時のミキコさんは、私が知っているミキコさんとは別人のようでした。それまで柔らかで穏やかだったミキコさんが、まるで何かに取り憑かれたかのようで、その顔は憎悪に歪んでいました。憎悪？間違いないのか？はい、私ははっきりとそう感じました。それも尋常ではない。あれはまるで身を焼き尽くすような憎悪。ああ、分かった気がする。これ妹関係してるな。正常な精神でいられないほどの何かがあったからこそ、彼女の記憶はこの2年間封印されていたのかもしれません。彼女自身の心を守るために、おそらく2年前にミキコさんのことを探っていた連中とも無関係じゃないと思います。思い出したら心が壊れちまうほどの憎悪か。そこまでの憎しみってなんだ。まあミキコは多分肉親のその妹関係になるとすごい、多分ね、あのヤクザの事務所乗り込んで来たりもしたようなやつだからね。それ以外って言ったら息子の純とかぐらいしかもうあとないと思うんだけど。けどさ、記憶を取り戻したのに俺たちに連絡してこなかったのはなんでだろう。いや、危険が迫るからだろうな。それはわからねえ。連絡したくない理由でもあるのかもしれねえ。あの、もしミキコさんが何かしら犯罪を犯すつもりだったとしたら。復讐か何か。どういうことだ。いえ、もしそうならミキコさんが死んでいることになっている方が都合がいいはずだと思いまして。この世に存在しないことになっているならば、どんな犯罪を犯そうと純くんや旦那さんに迷惑がかかることもありません。ミキコさんの犯行だと発覚さえしなければ、二人を犯罪者の家族にしなくて済むのですから。身を焼き尽くすほどの憎悪か。もしもミキコが自分を殺した連中に復讐を企んでるとしたら、いやまさかな。カイトのおっさん、俺なんだかすごく嫌な予感がする。俺も嫌な予感がするぜ。どうしよう。死のでっち上げの前に一回こっち聞いていい？怪離性健忘。ミキコのやつ、名前以外は完全に忘れちまってたのか。そのようでした。住んでいた住所も生年月日も家族のことも思い出せないようでした。ミキコさんは私が見つけた時点では所持品を何も持っておらず、身元を知る手がかりもありませんでした。おそらく急流で持ち物が全て流されてしまったのでしょう。ん？確か写真を持ってたはずだろ。ああ、それはミヒコさんを保護して半年ほど経った頃、滝壺の下流の方で
女性ものの上着を見つけたのです。その上着のポケットにこの写真が入っていまして。おお。あ、これカムロ町に行った時に撮ったやつだ。ボロッボロだね。やはり後ろに写ってるのはミレニアムタワーだよな。それなのにあんたはカムロシアターで聞き込みをしていた。ミキコが記憶喪失だったのに、なんであんたはミキコがカムロシアターに関係のある女だってわかったんだ。テレビでカムロ町開発の歴史を特集する番組が放送されていたことがあったんです。その番組で昔のカムロシアターのことを紹介している場面があったんですけど、ミキコさんが反応していて。反応？泣いていたんです。懐かしいような嬉しいような表情をして。記憶は戻らなかったのですが、彼女にとって大事な場所だということだけは分かりました。海藤さんとの思い出があったのかな、もしかしたら。あの写真は彼女をカムロシアターに連れて行った時のものです。保護してから2年ほど経ち、相変わらず記憶は戻りませんでしたが、外に出られるほどには元気になっていました。私は彼女を外に出したくなかったのですが、ミキコさんがどうしてもカムロ町のカムロシアターに行きたいというものですから。白川さん、カムロシアターでミキコはそのどんな様子だった？そうですね、あそこは昔とは随分と様子が変わってしまったようですが、それでも彼女は懐かしそうにしていました。思い出せないけど大事な場所だってわかるって。とても穏やかで幸せそうな表情を浮かべていましたよ。そうか。オッケー、死のでっち上げ、これはどうやったのかというか知りたいね。だがあんたよく警察の目をごまかして死をでっち上げられたな。私は地元の警察医をしているんです。だから別の遺体をミキコさんのものと誤認させることも不可能ではありませんでそれも一つの犯罪だろう。近くに有名な自殺スポットがありますからね。身元不明の遺体がよく上がるんですよ。よく上がるのかよ。そういえば貞本さんがミキコの遺体は顔の認識ができないほど腐敗していたとか言ってたな。ええ、偽物と分からぬよう多少細工させていただきましたが。やっちまってんな。おい、背丈もミキコさんと似ていて好都合でした。その遺体にミキコさんの所持品を潜り込ませたのです。 DNA 鑑定もあんたが？そうですね、必要な検体を私がすり替えました。よくもまあそこまで。発覚したら首じゃ済まねえだろ。本当だよ。許されることではないということは分かっています。ですが全てはミキコさんを守るためだったんです。でもその元々の死体の身元がもう分かんなくなっちゃうから、それも問題なんだけどな。まあいいかよくはないけど、もう聞くことはない。今聞きたいことはこんなところか。結局でもじゃあ分かんないのか、今どこに行ったか。ちょっと引っかかったんだけど、1年半前には河原で母ちゃんの写ってる写真見つけて、カムロ町でいろいろと聞き込みしてさ、母ちゃんの身元分かったんだよな。え、それは、はい、そうですね。で、死体でっち上げて警察の目をごまかしたと。それはわかるよ、母ちゃんが嫌がったんだから。でもなんで俺たちにも本当のこと連絡してくれなかったんだ。それはその、なんでだ。おい、
確かにそうだな。そもそもあんた、ミキコ本人にもあいつが何者か教えなかったんだよな。あんたは分かってたにもかかわらずよ。おい、まだ何か話してねえことがあるな。いえ。すみません。本当にすみません。惚れちまったとかそういう話か。実はその、私はミキコさんのことを、その…まさか、惚れちまった手が。まあそうなんだろうね。はい。マジかよ。ほとんど一目惚れのようなものだったのですが、気がついた時にはミキコさんに夢中になっていました。まあだからここまでのことやったんだろうな。この生活がずっと続けばいいと思うようになっていきました。そんな時にあの写真を見つけてしまったのです。ですが彼女が自分の正体を知ってしまったら、家族の元に戻って行ってしまうかもしれません。だから、彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした。至福の時間でした。女性と付き合ったことのない、ずっと孤独だった私の元に突然天使のように美しく優しい女性が現れたのです。何も言えねえ。ひどい目してんな。すみません、本当にすみません。ですが誓って彼女とはその清い関係を保ってきましたから、決して傷ついた彼女につけ込むようなことは決してしておりません。信じがたいね。2年も一つ屋根の下で暮らしてたんだよ。まあ2年だからな。本当です、手すら握ったことがない。いいか白樺さん、あんたがミキコを保護しかくまってくれたことを非難するつもりはねえ。あいつを狙うヤバそうな連中から守ってくれてたんだからな。だがな、どんな理由があろうと、あんたがミキコに身元を告げなかったことで、あいつが家族の元に戻るって選択肢を奪われたことは確かだ。そうだね。そのことでミキコの家族がどれだけ心配したと思ってる。すみません、ご家族には謝っても許されることではありませんよね。まってけ、ミキコにも後でちゃんと謝っておけよ。ま、ぶん殴られるかもしれねえか。なんだ。おい、なんだよ。なんか嫌な予感するね。あ、来たな、すげえのが来たよ。こんにちは、貞本美希子さんいますかね。なんだお前ら。いや、いっぱいいるなおい。八神いればこの数でも太刀打ちできんだけどね。海藤さんと八神が2人で。グレン会って知ってる？新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ。グレン会知りませんね。メンバーの西尾ってんだ。グレン会知らねえな。半グレの類か。海藤さん、彼ら2年前にミキコさんのことを聞いて回っていた連中だと思います。何？あんたらさ、カムロ町で貞本ミキコの行方探し回ってたんでしょ。奇遇だね。実は俺らもあの女探してるんだよね。あの、以前にもお話ししましたよね。貞本美希子さんなら亡くなりましたよ。この人たちも美希子さんを探しに来られたのですが、
亡くなったことを先ほどお伝えしたところです。残念、もう嘘バレちゃってるんだよ。なんで？前はマジで騙されたけど、俺らの仲間が最近さ、あの女をしっかり見てんだよ。それに人殺しは放っておけないでしょ。人殺し？人殺しだ？あのイカレ女がよ、グレン界の先輩殺して回ってやがんだ。なんだと？はあ？何バカなことを。いやマジなんだって。ほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょ。あれ殺されてんの実はグレン界立ち上げたすごい先輩たちでさ、殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし、早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだって。まさかそんな。それじゃあミキコさんが言ってたやるべきことって。お前今そういうこと言うなって。そのグレン界って連中への復讐だったってのかよ。まとにかく家の中調べさせてもらうよ。ご協力感謝します。カイトさん止めよう、こいつらを。ミキコならいねえ。俺らも探しに来たんだが出てった後だったんだ。本当かな。お前らミキコを見つけてどうするつもりだ。さあリーダーに聞いてみないとわからないけど、無事じゃ済まないだろうね。死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない。仇になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだし、まあ俺たちなりの生かしたやり方でたっぷり苦しませてから死んでもらうことになると思うよ。そうかよ。ナイスパンチだったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってーなー。あー、くそ、顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。白川さん、順を頼む。はい。海藤さん一人でこの数行くかい。なんなんだよお前、なんで邪魔すんだよ。あの女の古い用心棒だよ。さあまとめてかかってきやがれ。やべえなこの数はさあバトルです。また100人組手ぐらいの感じか。みんないろいろ持ってきてんね。待ってね、ぶっ飛ばしてやるよ。ぶっ飛ばしてやるよ。あ、ミスった。本当あれやろうとしたんだけど、ドロップキック。うらお前味方投げんなよ。うらリーダーは最後に取っとくか。おら、クラエッゾン。この隙がやばい。スタンガン持ってるやついる？おら、うっ、鉄板も使ってみるか。待ってね、鉄板はガード中になんかできんだよ。おら、これ抱きつき、ズドン。オッケー。おら、クラ、えい、起きてカイトさん。あと走って三角ボタンがあったと思ったんだけど、倒れてる敵じゃないとダメなのかな。これだ、ズドーン強いね。でも EX ゲージをこんな無駄にしたくねえな。おらおら、ドロップキック。お、ガードした。ジュンたちあっちにいるね。隠れててね。もうちょいで終わるから。ズドン、よし、タフネス Z もゲット。あとはこいつだけか。来いや、おら、来いや、よし、おら、蹴っ飛ばす。
なんかアイテム落ちてる？拾って。待ってね、危ない。顔面フルスイング。よいしょ。くら、えい。で、ちょっと待ってね、走って、ミスった。ズドン。避けるね。いい、いいかかと落とし持ってんじゃねえかよ。来いや。よいしょ。しまった。折れた。掴みたい、掴みたい。待って、危ない。OK。モータルリバーサルで決まった。絶対今岩に頭ぶつけたよね。この数を一人で。後ろカイトさん。お、すげえ。お医者さんもなんかやってる。なんだあんた、それ空手か。かなり使えるみたいだな。ええ、多少たしなんでおりまして。お、なんか来たぞ。酔っ払ったやつが。不動じゃないのこれ。あ、違う。なんや、もう始まっとるんかいな。俺が行くまで待て言うとったやないか。しゅうちゃん、こいつマジ無理だって。あとは任せとき。俺が来たからね。もう安心や。お、みんな起き上がった。水拳でも使うんかな。ガソリン放棄。なんだこの酔っ払いは。あんたが怪盗さんやな。俺はグレン会の代表やっとる剣持ちいうもんや。グレン会代表剣持ち俊介かな。俺はな、グレン会のやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。はあ、盛り上げなあかんな。どういうこと？何やる気？引っこ抜くの？悪くねえな。やば。すげえ。こんなのと戦わないといけないの？絶対強いじゃん。こっちも何か道具があればあれだけど。ちょっと待ってね。おら、おおおお、ピヨった。危ない。おお、すごいね。おら、寝かすかよ。おら、ちょっと これピヨる。待ってね、急げカイトさん、これが危ない。痛い。よいしょ。おら、あ、これピオルね。待ってね、これなんかやっとかないとダメだね。よっよっ。でもこれだけか、こいつできんの。なんだこれ、怖っ。攻撃力アップかな。 OK、 モータルリバーサル決まったね。おる、まあ重い分避けれると思ったら、このゴロンゴロンがやばいな。待って、カイトさん避けて。危ねえ、ローリング。おる、距離取ろうか。よっしゃ、 QT いいかな。うわ、カイトさん骨折れないそれ。よくガードできたの一発。おお、おお、待って、失敗した。
いけるか。分かりにくいな、これ連打なのか何なのか。投げられた今ので負ける？ちょっと待ってね、これはなんかすごい技使ってきたわ。このゴロンゴロンが怖いんだよ。あ、相手回復しちゃうんだ。 あれでちゃんと決めないと勝てない、多分。これ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 待ってね海斗さん急いで、痛い、よいしょ。多分もう一回待ってね、これやばい。あ、罰連打の後すぐローリングしたいんだけど、それが決まらないと。よし、また来るよ。海藤さんの腕がいかれる。ある意味 QT ね。連打でいいんだよね。よし、よーよー、おら、決まったぞ多分。いけ海藤さん、持ち上げた、ドーン。おお まだ元気そうだね。無言で酒を飲む。倒れんじゃない？あ、もうダメだ。あららららら飲みすぎだよ。酒が足りへんねん、もっと持ってこいや。シュウちゃん、もう休もうよ。これ以上飲んだらダメだって。今日はもうお開きにしようよ。さ、酒、酒。みんな、宴も竹縄だけど今日はここまで。お疲れ様でしたってことで撤収。撤収できんの？なんなのこれ。おい。返しちゃっていいの？また戻ってくるかもしれませんね。一応警察には連絡しておきましょうか。そうだね。なあ、カイトのおっさん、あいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど本当かな？何にせよ俺たちの目的は変わらねえ。今はミキコを探す、それだけだ。まあそうだけどさ、送っていきましょう。私もミキコさんのことが気になりますから。お、カムロ町まで送ってくれる？いいのか？交通費が浮くから助けるぜ。さあ車、これ事故ないかな、怖いな。つけられていないようですね。大丈夫？なんだこの重い空気は。あの、海藤さんとミキコさんはどういうご関係だったのですか？
どういうってなんだよ突然。カムロシアターをテレビで見たとき、彼女は涙を流していました。昔を懐かしむように。それにあなたもその話を聞いたとき、昔を懐かしむような切ないような表情をされていました。あの場所はもしかしてミキコさんとあなたとの思い出の場所なのでしょうか。もしかして二人はお付き合いをされていたのですか。さあな。やっぱりそうなんですね。こんなに道路誰もいないの逆に怖えな。後ろミキコとはな、一時期は一緒になることまで考えたよ。結婚まで？なぜしなかったのですか。俺は当時極道の人間だったんだ。ミキコは俺に仇になることを望んでいたが、当時俺が所属していた組がトラブっててよ、親父が撃たれて抗争になりかけてたんだ。だから抜けるわけにはいかなかったんだよ。つまりミキコさんではなく組を選んだということですか。まあそうなっちゃうんだな。まあそういうことになる。それで愛想をつかされちまった。勝ち込みを終えてアパートに戻ったら置き手紙が残されてたよ。カイトさんは今でも好きなんですか、ミキコさんのこと。好きってお前な、あいつは人妻だぞ。人を好きになるということそのものにそんなことは関係ないと思います。もちろん法的な問題や倫理的な問題はあるでしょう。しかし好きという気持ちは法律では縛れません。だから自分の気持ちに素直に向き合うことは罪ではないと僕は思いますね。それにあなたは後悔しているんじゃないですか、ミキコさんと別れたことを。え？なんでそうなる。勘ですよ。どうなんです。わからない。わからねえ。あいつのことはとっくに吹っ切れたつもりだった。過去のことをくよくよ思い悩むのは嫌いなんてね。だがこいつと一緒にミキコを探すうちに、あの時違う選択ができたんじゃねえかと思う瞬間があったことは確かだ。まあ夢でも見てたしね。もしかしたら俺には別の人生があったんじゃねえかってな。カイトさん、僕はミキコさんのことが好きです。一方的な片思いですが、それでもこの気持ちは本物です。彼女のためなら全てを投げ出したっていい。この命でさえも。あんたそこまで。初めてなんです、ここまで人を好きになったことが。だから僕は彼女が戻ってきてくれたらプロポーズするつもりです。なあ、くれぐれもミキコがすでに一妻だってことは忘れんなよ。もちろんです。ですがこのまま何もせずに引き下がったら一生後悔すると思うんです。だから決死の覚悟で僕は行きます。あんたなんかかっこいいわ。まあ断られてもね、その自分が後悔しないためにという感じなんでしょうが。なんだなんだ、火事？なんだか騒がしいな。消防車が来ているようでしたし、火事でしょうか。
なんかチンピラが騒いでましたよ。社長がやられた。またやられたんだ。それって最近話題の若手エリートの連続殺人事件だよな。うちの社長もやってくれねえかな。おい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 、あんたら火事のあったビルどこだかわかるか。天下一通りの方みたいっすけど。カイトさん。ああ、すぐに向かうぞ。すぐに向かうぞというところで、はい、ケースファイルに、追加と。ではでは、今回すいません、以上にしましょう。じゃあ次回ね、この続きからちょっとね、いろいろまだ展開は続いておりますが、次回ね、こちら天下一通り裏やっていきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。またね。